中塚祥は、律令制における八祥の一つ。和名は、中の祭りごとの塚さ。闘名は、中書省など。中は、近中の意。天皇の補佐や、祥直の宣言や除衣など、朝廷に関する職務の全般を担っていたために、八祥の中でも、最も重要な賞とされた。一説には、大法律令以前には、宮内省とと共に六祥の上にあったとする説もある。 そのためこの官長の長官である中塚佐教は平安時代以降はもっぱら四品以上の新納から任命されることとなっており欠員が生じても適当な新納が出るまでは空席とされた。またこの官長は小直の志向から高級助官の人事まで朝廷の事務一般を扱うために職掌が広く、助く、進む6の4等官の他に 天皇に近似する自重、宮中の警備、雑役及び行行の際の警護役であるうどねり、象徴や戦名及び息を作成する内気等、大蔵省や内臓量等の水筒を行う剣物、駅霊やステフの水筒を行う手鈴や天下着が中塚佐省の品官とされた。なお、天皇の側近たる自重及び、 天皇の敬語を行うドネリは体験することを義務付けられていた。この章の悲観の監視は、両性では一職六両三子あったが統廃合により一職六両に減った。本章の大輔以下の官人の定員は以下の通りである。中、大輔と小優には後に玄関を置かれた。ありがとうございます。